にちは。こんにちは。あのな、どうしたの？お前に降りて頼みがある。まあ、デルガさん、そんなにお前だなんてなんとか頼みがあるなんてそういうこといけませんよ。なんで？今おテレビを映してる最中なんで、お仕事なんですよ。営業中です。ね、黙ってらっしゃい。どうも失礼いたしました。これの至らないところ、あたくのお顔に目。何でそんなの？何？頼みがある。頼みがあるって何なのよ。お前の小遣いあげてくれ。小遣いを。おいよ。なんということ。何がおとろしい？そうじゃないの、小遣いあげてくれなんて皆さんがお聞きになったら、なんだか私があんたに何にもお小遣いあげてないように聞こえるでしょう。いやそういうわけやないねんけどな。だったどうなのよ。でもこの頃物価がいっぺんに上がったやろ。当たり前でしょ、物価が上がってんのは私があげたわけじゃないわよ。そう言うてへんがな。この頃なんて私物価どころか、まあこの 2,3 年なんかタコもあげたことないわよ、正月は。アホ。ええ年してタコあげたら笑われるわ。本当やね、お父ちゃん。お父ちゃんやあれんやろ。いくらぐらいあげるっていうの？えいくらぐらい？あのそない余計とは言わんわ。当たり前じゃない、自分の月給を考えてごらんなさい。えげつない言い方せんでもやねん。ほんまですよ、会社がないからね。まあお客様でも、まあテレビに出ると一回砂糖もらってるなぁと思いになるでしょ。200-300万円か、はい、ねえ、なかなかあなたあれのあれでございますよ。なあんなこと言うてんねん、あれんやな。もうね、安いんですよこの読売は。またほら、野口さん、みんな見てやる。すいませんね、松田さん。いや、あの人も安いんですよ。ほんまにね。で、まあどのぐらいあげろっていうの？5,000円をだ。5,000円くれるな、あんたが私に。違うがな、わしがあげてほしい言うてんねん。あげてほしい。そうやねん。そうですね、どうしましょうかね、奥様方。この際あげてやりましょうか。別に奥さんに相談せんでもええやないか。やっぱり大衆に呼びかけないと。5,000円ぐらいええやないかね。そうね、じゃああげてあげようかしら。あそうか。でも断っとくけどね、この日向。あのね、この日向ってない。いやいや、あなたじゃもったいないから。なんて言ってたっけな、お前。あのね、この頃ちょっとあんたはお金を使うのが荒いんじゃないの？別に何で余計使ってへんで。使ってるわよ。なん昨日なんか見てたら、ね、週刊雑誌買ってたでしょ。週刊誌ぐらい買わしてくれよ。それまた現金で買ってるでしょ、うん、当たり前じゃん、あんなもんゲップで買うもんおるか。どうでしょう、ちゃっかとね、古くなると理屈を言うんですのよ。これだけは向上したんですね、この天使も。かわいい、かわいい。ねえ、にゃあ、こんなことになることね。こんなことね、にゃあにゃあと喜ばれるか、こんなひねきって。あのね、あの本当にね、そういうことは無駄なことはやめてほしいのよ。無駄や、あれんや。経済的に考えてちょうだいよ。そうでしょ、どれやねん。うちの実家なんか週刊雑誌買おうかなと思ったら、1週間ほど前から親族関与を開くぐらいなのよ。あ、1週間前からそんなもんしとったらな、週刊誌が古本になってまま。古本になったらタダでもらわれるじゃないの。そんなこと言うとるわ。イライラとね、なんでございますよ。まあお金なんていうものは貯めるときに貯めなきゃいけませんね。いや、それがなかなか貯まらへんねって。だから貯まらないのを貯めるのよ。どういう風にして貯めるの？どういう風にって、そりゃまあ男はねえ、損ですわね。そりゃあかんわ、うん、そりゃくてやっぱ女ですね。私なんかあんたこれでしょ、スラーっと短いでしょ。短かったな、みんな。いや、ほんまですよ。許されたら私なんか北の新地でも行って、あら、どうも、こんばんは、なんて言ったらガッバーですわ。嘘つけ、何がなるわね。それが許されませんわね、これがついておりますから。厄介者みたい言うな、人。すぐこれがね、男のトロイクで焼きますのよ。私が生地これがいいばっかりに。まあ、男泣かせの女。あー、気色悪いやん。気色のいい時もあったでしょ。ですからね、まあ、いろいろと考えましてね、私も。どういうふうに考えるの？どういうふうにしたらお金が貯まるかなと思って、いろいろと研究した結果です。うんうん、それが思いついたのが、まあ、うちのやりくりですわね。初代のやりくり。そうそう、食べ物ですわ、はあ、これが5年前から考えて、あ、これ切り詰めなきゃいかんなと思ったの。5年前からそんなもんやっとんか。そうよ。ですから例えば、まあ、うちのなんか生意気に晩酌2合やりますのよ。あ、2合ぐらい晩酌やったってええやないか。でもそれは5年前から私ね、これね、1合に減らしておりますよ。おい、ちょっと待てよ。どうしたの？5年前から減らしたってわい、ゆうべまで2合飲んでたで。そういうお茶を1合はあの混ぜてんの。えげつないことしようね。そういう今に切り詰めてますのはもったいないなと思いまして、例えばこの人に、あ、こんばんは、お刺身しようかな、イカにしようかな、なんて思うでしょ。あ、ここで始末しなきゃいかんと思いましてね。イカの刺身を始末してなんですね。そのね、なんだって、スルメの佃煮か何か添えますのよ。あ、これやったらまあ安うつくからね。そう、イカのその佃煮だ、ちょっとこれは高いなと思って、あ、そうだわ、裏のね、杉の木のあのこうね、あれを削ってきてね、あれで醤油で煮詰めて出そうかななんて思ってんのよ。何、おかしいおかしい、だから杉の皮食わしとったら。そうよ、そういう前にいろいろと研究してんのよ。えげつないことしましたろ、これは。本当でございます。着るもんでもそうでございますのよ。何が？まあ、例えば、うん、あ、私が10万円の着物が欲しいなと思ったら、あ、ここで始末しなきゃいけないと考えましてね、9万9000円で我慢しております。9万9000円の着物。そうですよ、はい、これがまたね、1万円の背広が欲しいなんて申しますのよ。その時に、あ、ここで始末をしなきゃと思いましてね、200円の靴下買ってあります。わいは200円の靴下か。ですから私はボロを着てても、うちの人にはもういいもの着せておりますの。もうこんなえげつないこと言うとるわ。ほんまほんまに言うとありますわ。それから、あ、ダイヤモンドが欲しいなと思って、150万円のダイヤモンドが欲しいな、
欲しいなと思った時に、あ、ここで始末しなきゃいけないと思いましてね、130万で我慢しておりますのよ。130万円の台。そう。でまたこの人がね、時計が欲しいなんて言いますのよ。この時計がまた古いんですわ。これがね、日露戦争の時分でございますね。このおじいさんがロシア兵とこのポーカーをしましてね、それで買った時計なんでございますね。そんなええ加減なこと言うとろお前。だからまあ古いからこれも買ってやらなきゃいけないなって、5000円だったらもう時間だ4分ね、これ ねあれだと思った、これは始末しなきゃいけないと思いました。4000円の買ってやりましたのよ。お前はたった1000円の始末かよ。そうですよ。お前が30万で。そうそうそう。どういう計算したんだよ。まあまあこういう具合にね、まあ女房というものは歯を食いしばっても辛抱するもんでございます。これが夫婦というもんさ。あ、こらこら何がこらこら。夫婦なんてこんなもんでございますよ。ええなもんですわ、ね、そういう年取っていきますね。そうですよね。まあ、ドイツの文句にはいろいろありますね。どういうのがあるの。お前吐くまで、わしは九十九まで、共に白髪の入るまでなんてね。あなたと私はおもちゃの刀、いつも恐れ入りますな。お忙しいの。切れ袖切れやせぬ。ありがとうございます。お待ちどうぞ。まあよっぽど上手な歌を聞いたことない。あの、まあ本当にね、もうどうでございましょう。私思うんですよ。夫婦というものもね、いつまでも喧嘩しないで円満に行ったらいいんですけどね。そうや。というのが男の方も悪いと思うの。新婚当時はまあ例えばお帰りになんでもとっとかとっとかお帰りになったでしょ、うん、これが年数が経ってくるとお帰りが遅くなったり真夜中になったりなんてするでしょ。それは女の人が、嫁はんが悪いね。でお嫁さんが、そうやかな、亭主が一生懸命疲れて帰ってくるやろ、働いて、嫁はんのひょっと顔を見たらぬかみそ臭い顔してるやろ、はあはあ、あんな見たら帰るの嫌なってぬかみそ臭くてもいけませんか。やっぱり嫁はんともやっぱテクニックが必要やから、ね、あ、どういう風に。これもうじき亭主が帰ってくると思ったら、あ、お団地くんがお帰りになるなと思ったら、綺麗に化粧でもして、やっぱりお化粧が必要ですか。必要や。で、どうすんの。で帰ってやったら、ええ、こう迎えわけ、迎えるんですか。あ、旦那お帰りなさいませよ。え、何やったの。奥さんの役やった。あら、お帰りなさいませよ。あら、私またゾウが小倉帰り。そうですね、やっぱりそういうある程度まあね、テクニックというものは必要なんで。これも必要やね。じゃあちょっと私もやってみましょうか。やってみるか。お願いしますわ。あ、ただいま。あら、あなた、お帰りなさいませ。いや、今帰ったぞ。まあ、おしら、もうしばらくぶりでございましたわ。大層にやんでね。お元気なお顔拝見して、私安心いたしましたわ。なんや、朝別れたきりやねんから。朝から初めてですもの。あなたお元気でした。水当たりしなかったかしら。大層に言うな。あなたお帰りになるななんてね、店舗の一つもよこしてくだすったら、ね、旗を立ててお迎えに上がりましたのに。アホなことばかり言うてない。あなたお疲れになったでしょ。わかるわ。おしぼりか何かでお顔お拭きになる。えらいサービスええな。さあ、あの、そこの、あのね、ほら、縁側にあるでしょ。あれで拭いてちょうだい。これ雑巾やないか。雑巾の方がいいの、顔、人見しなくて。子供やな、それ。あ、なんか冷たいもん。お冷たいもん。ごめん、すみません。あ、おビールね。まあ、私、うっかりしちゃって、賢い私に似合わない方。ちょっとお待ちになって、5、6年。ちょっとお待ちになって。あ、ちょっとお待ちになって。持ってまいりましたわ。ちょっとおビールで、あのおコップを、ちょっとお待ちになって、おコップ 5,6 年洗っておりませんから。バイキンが入ってると、バイキンがあなたの奥に入ったらバイキンがかわいそうですから。どっちやねん、俺。ちょっとお待ちになって、プッ。はい、どうぞ。では、おビールをお次にしますわ。トトトトト。あら、まだ線を抜いておりませんけど。それはいいよ、それは。よっぽど焦ってる。1分前だわ。忙しいな。トトトトトト。あら、あら、あなたお強くなったわ ね。これで今年になっておビール3本もお分けになったのよ。今年になってたった3本かよ。強いわね。あら、うんうん、何この塩昆布、ちょっと味変わった。あら、あんた塩昆布なんて出してないわよ。うまいうまい、これ。あら、私のあんま効薬がないないと思ったら、あんたの口の中入って、そんなもんがお好きでしたら、まだ2、3枚背中に貼ってございますか。お上がりになる。これいらんいらんぞ。なんか食べるもん出してくれ。食べ物、何がいいかしら。うん、でもいい、あ、串カツがあるわよ。串カツ、ええ、どうぞ、お上がりになって。硬いな、この串カツ。これ材料は何や。ゴム長の裏なんで。ゴム長なんで串カツやん。いや、串カツじゃ、クツカツだって言ったのよ。こんなもん食べられるかね。タケノコがあるわよ。どうぞ、お上がりになって。あ、硬いな、このタケノコ。硬い？これ本物のタケノコか。去年はタケノコでしたのよ。今はね、物干し、さっきまでおしめ干してましたの。汚いから、そんなもんしたら。汚いこと、栄養があるわよ。なんのや。ビタミン C が。だ、アホなこと言ってない。あ、だだだだ。あらあらあら、あんた、洗濯バサミが挟まって。いい感じにせよ、お前も。